マニューリン MR73 は、フランスのマニューリン社が1973年に開発した警察などの法執行機関向けダブルアクション回転式拳銃である。1962年、シャルルド・ゴール大統領の元ボディガードであったレイモン・サシアが、アメリカ合衆国の FBI アカデミーへの留学から帰国したことで、フランスの警察の拳銃術は一気に刷新されることになった。 同年には早速、警察庁に射撃学校が創設。翌年には、パリ警視庁も続き、1968年には、これらを統合、増強して、国家警察射撃研究センターが設置された。当時、拳銃としては、32ACP 弾を使用する RR、RR51 及び、モーゼル HSC が使用されていた。これに対し、サシアは、 当時のアメリカ連邦捜査局の数制に忠実にダブルアクションリボルバーを推奨しており、スミスウェッソン社と協力して、同社の S&WM19 の3インチ重心モデルを元にした 19-3RS を開発した。しかし内務省では8万兆の調達を予定していたことから国産化が施行されるようになった。これによって開発されたのが本銃であり、 1971年より研究が開始され、1974年より試験導入を開始、そして1975年、国家警察のすべての商工経験銃の MR-73 への転換が決定された。議員の近距離狙撃モデルフレームは、S&W 社の K フレームより大きく、L フレームよりわずかに小さい。鋼は放火処理されており、 重心寿命は30万発という驚異的な値とされている。マニューリン社の博物館には銀銀が使用した銃が展示されており、標準的な357マグナム弾9万6千発を発砲した実績があるとされているが、これは S&W 社の拳銃ではあり得ない値である。製造には削り出し加工を用いるため、25メートルの距離で20ミリメートルの幅にまとまる。 集団性能を発揮できるように部品の精度が高く、仕上げも良いが、高価格になっている。基本となる、ディフェンス、ポリスは2.5インチ、3インチ、4インチ重心、また、国家憲兵隊治安会入部隊向けの、ジャンダルムは3インチ及び8インチ重心とされる。8インチ重心型は2脚とスコープを取り付けて、使用され、200メートルまでの射撃が可能となる。 高い命中精度のため1985年には 22LR 弾や 32S&W ロング弾38スペシャル弾 9X19mm パラベラム弾を使用する射撃競技用も開発された。マニューリン社が製造する MR73K フレーム以外の回転式拳銃、マニューリン MR73 の登場作品を表示するには 右の表示をクリックしてください。ありがとうございます。